どうしたの？うん、分かってるよ。別に勘違いしたわけじゃないの。おかしいよね、僕。記憶なくしてるのに。きっと本当の僕は君のことなんて何とも思っていないはずなのに、なんでこんなに悲しいんだろう。君は僕のこと同情してくれてるだけなのに、記憶なくしてかわいそうだからって優しくしているだけなのに。分かってるのに、なのに僕は君に寄りかかりすぎてる。僕の記憶？君だって僕の記憶が戻って本当の僕のことを知った時、僕の元から離れていく。時にずるいよね、僕。こんなこと君の気持ちを動揺させるだけだもん。君に寄りかかりすぎちゃいけないっていつも思ってるけど、でもちょっとだけ、今だけちょっと寄りかからせて。僕がいるといろんなことが起こって迷惑かけてる。君にも英検のみんなにも。僕のせいじゃないんだ。うん、心配かけちゃってごめん。これからも僕のことよろしくね。ここで終わりです。ディスク2と入れ替えてください。ご苦労さん、上がるよ。やったね、主演男優代理。
僕の家じゃないんだっけ。あれ、何ぼっと突っ立ってんだよ。ここはビールで乾杯と行きたいとこだけど。コーラでいいよね。精神医学、今日も前回に引き続きゲストとして南西総合病院精神科の森崎真奈美先生にお越しいただいております。先生、前回はストレスについてお話をお伺いしましたけれども、今回は、そのストレスが発生することによって反応する人の警告反応という説明をしたいと思います。ほい、お待たせ。一緒に暮らしてること後悔してる？なんかいつもと雰囲気違うみたいだし、嫌なのかなってちょっと考えちゃった。そう、それならよかった。すっごく感謝してる。今まで言おうと思ってたんだけど、なかなか言えなくて、なんか記憶が戻る戻らないなんてどうでもよくなってきちゃった。それより、今まで通りこうして楽しく話ができたらいいやって。男と女って意識してギクシャクなんかしたらつまらないよ。僕は旅行前と同じように楽しく暮らしていきたい。ダメかな？僕の方こそ、今までありがとう。過去がわからないような人間に優しくしてくれて。部員のみんなとも知り合えて仲良くなれたし、それに他人を演じることがこんなに楽しいことなんて思いもよらなかった。今まで本当にありがとう。そしてこれからもよろしく。それは時々、いつもは泣き虫じゃないって。隣の村山ですけど、留守の間に荷物を預かっておいたんですけど。
しもし、お隣の村山です。お預けしておいたうちの主演女優受け取りに来たんですけど。そういうわけなんです。信じてもらえないかもしれませんけど、本当に記憶喪失なんです。どうやら嘘ではないようだね。で、いつからこいつとくっつき始めたの？まだちゃんとはくっついてません。そんなこと真面目に答えなくていいんだよ。ダメ。一応私は弦を担いでるの。前の映画だって女優とカメラマンがくっついてあんなことになったでしょ。でも今回の撮影は死人を出したくはないの。この映画だけはちゃんと完成させて発表する。それにこのシナリオを預かった私の使命だし、それに部を存続させるというのも部長としての私の使命。美月ちゃんがこの難しい役をちゃんとこなしてくれてるし、今までのことは私の胸の内にしまっておく。でもこれ以上は部の決まりから見て見ぬふりはできない。うちの父親がウィークリーマンションを経営してるから、美月ちゃんはそこに引っ越すこと。これは部長命令。映画が完成したらあとは二人の自由よ。でもそれまでは部の約束を守ってちょうだい。クランクアップです。お疲れ様でした。